あ、旅人、パイモン。あれ、その声は。よかった。二人に会えて本当に嬉しいよ。旅人さん、私。さっき他の女の子見てたの？グランドバザールで本を読んでたらいつの間にか眠っちゃってて、起きたら他にいたんだ。夢の中で誰かにこう言われたの。祝福の森の妖精よ、その森を救いなさい。最初はこの世界のこともただの夢かなって思ってたけど、さっき会った時思わずテンションが上がっちゃって。気にすんなって。気持ち、これぞまさに運命の女神のお導きでさ。アーモンド長老、二人を連れてきてくれて本当に良くなったんだな。うん、昨日ここに来てアーモンド長老からこの世界の現状を聞いたの。妖精としての扱いを受けてる以上、私も少しは役に立たな。なるほどな。まさか森の魔法かなんかで酒場を襲う。残念ながらこの世界の魔法をどうやって使うのかは分から、小屋にある本からして、ここはみんなの言う、そう、女神は本のページで動物を作って魔法でそれに命。You shall die.